バルセロナ後にヘタフェラリーが第31節バルロナに所属する MF セルヒオブスケッツの蜜月度がすごかったラリーが第31節バルセロナ対タフェが現地時間22日に行われたホームのバセロナが5にの勝利を収めた今シーズンのバセロナはダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴 一ヶ月、両お試し実施中、優勝争いを演じているバル、ロナは、本拠地、カンプノーでヘタフェを迎え、打った。ヘタフェに所属する日本代表 MF、久保健はこの試合でフル出場を果たしている。試合、リオネル・メッシの2ゴール1アシストの活躍、度で、バルセロナが5得点。ヘタフェは久保が、全2点に絡む活躍を見せるも、敗戦となった。 で、サイト、フセコードによる採点では2ゴール1アシストの目、死が10点満点の評価で、マンオブザマ、マムを獲得。だが、注目したいのはブスケッツだ。ブ、ケッツはこの試合で、バルセロナの先制点と、ル、メッシの1点目をアシスト。8分、自陣でジェイラ、ルピケからのボールを受けたブスケッツ。左足トラップから、ほぼ半身の状態で右足で、ルーパスを供給。 最前線にいたメッシが絶妙、飛び出しを見せ、そのまま、ペナルティーエリアに侵入。左足でゴールを奪った。ヘタフェので、フェンスラインをよく見ていた、メッシの日出しもすごかったが、長い距離でも的確なパス、チャンスを演出したブスケッツがもすごか、ボールを受けたブスケッツに対して、ヘタフ、MF チェマロドリゲスがプレスをかける。する、中央にぽっかりと、 スペースが空いてしまう、ルセロナの選手に引きつけられたヘタフェ、イフェンスラインは中央にギャップをつく、しまう。それを見逃さなかったブスケッツがドリグスのプレスをものともせず、すかさずスパスを供給。これが綺麗に通り、メッシがゴルを落とし入れた。それだけではない。ブスケッツのスカズは2番目に多い108本。パス成功率では、 フルで、を果たした選手の中では、最高を記録していい。さらに、ロングボールの数がすごかった。ロング、ルに関しては GK が最多を記録することが差は、なるが、7回を記録したブスケッツが最多だ。インターセプトは、最多の2回を記録し、ブスケッツがこの試合で攻守に貢献していたのがブン、ル。ブスケッツは、長短のパスを使い分け、バル、ロナの攻撃にリズムを与える。 さらにはインセプトやタックルで守備にも貢献。やはり、ルセロナにはこの男が必要不可欠だ。動画、ブ、ケッツの完璧アシストがすごい。相手の隙を、いた、スルーパスがこれだショープレイヤー参照元、ダゾーン、両。